です。今日は1年記念パーティーを開催しますので、その様子を皆様にお届けしたいと思います。いや、あっという間の1年で、まあ、イオジヤマリができたのが昨年の10月14日なんですけれども、現在がその10月7日ということで、ちょっと早いんですけれども、感謝を込めてパーティーを開けたらなと思って今回開催をさせていただきました。本日はそのイベントの様子を皆様にお伝えできたらと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。囲碁ひらまりのイベントは、囲碁を始めたばかりの人も、初めてイベントに参加する方も大歓迎です。ぜひ見てくださっている皆さんに来てもらいたいなと思っています。現在、囲碁ひらまりでは囲碁のイメージを変える囲碁ムービーコンテスト開催に向けたクラウドファンディングにも挑戦中です。こちらも囲碁のイメージを変えて囲碁をやりたいなと思ってくださる方をもっともっと増やしていきたいなと思っているので、ぜひそちらも応援していただけたら嬉しいです。それでは本日のイベントの様子お届けします。どうぞ。終えていかがでしたか？いやー楽しかったんですよ今回も。本当に今回連合やりましたもんね。ね、今回はその10対9の連合をやって、あのスタッフにミッションが課せられてるっていうミッション連合だったんですけど、安田さんのところで勝負どころが回ってきました。そうなんです。生きるか死ぬかの勝負どころが回ってきて、もう今回やばかったですよね。やばかったですね。もう手震えながらやりましたからね。そう、本当はあのマルチームと安田チームで戦ってるので、まあ、私チームは敵なんですけど、もうみんなが安田さんの息を願って、そう、もう本当にドキドキして、私もこれ安田さん間違えてこの石死んじゃったらどうしようって思いながら、でもあのしっかりと生きてくださったんで。嬉しかったです。あんなにギャラリーに見られる爪ごとく言われるのないですよ。全員見てるっていう。お疲れ様でした。成長できました、おかげさまで。で今回は1周年記念っていうことで、まあ、本当にたくさんのお客様に来ていただいて、もともとカフェっていう日だまりがあって、今こういうイベントとかの活動をしてて、まあ、これから
囲碁でつながる世の中を目指して頑張っていきたいっていうのを皆さんに改めて伝えることができて、本当に ありがたいなというふうに思いました。今ひだまりの活動ができているのもやっぱり応援してくださる皆様がいなければ多分できてなかったかなと思うので、そういった方々に直接会える機会ということで、イベントっていうのはすごく私たちも大好きで、いつもめちゃめちゃ楽しみですよね。楽しいです、本当に楽しいですそうなんですよ。なのでもしこの動画見てくださってちょっと気になるなとか興味あるなっていう方はぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。1年記念無事終えられて、まずは一安心という感じです。これからも囲碁ひだまりの挑戦続いていきますので、ぜひ楽しみに応援していただけたら嬉しいです。それでは安田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じの夜景が見えるテラスです。テラスでやってます。素敵ですそれではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。応援よろしくお願いします。